そうですね、はい、これはまあ本当はもう心霊スポットとして行った場所じゃなくて、はい、最初の頃はですね、あの心霊スポット行く、あと心霊写真っていうのを、まあ、持ってきてもらったのをみんな鑑定して見てみよう。で、あと北野さんの怪談を喋ってもらおうっていう、語ろうっていうね、それで一応三部構成だったんですよ。なるほど。で、怪談を収録するのに、うん、適当ないいスタジオがないか、まあ、白堀じゃちょっと愛想がないよねっていうのがあって、うん、まあ、コンクリート打ちっぱなしみたいなところで、まあ、なるべく安いところがあればいいねって言って探したら西巣鴨にあったんですよ。で、コンクリート打ちっぱなしで地下で、うん、で、まあ、程よい広さで、普段はね、なんかダンスかなんかの、うん、発表とかするような、練習をしたりとかするような、あと芝居とかね、そうですね、お芝居、劇団の芝居の練習とかやってるスタジオで、うん、そこで、まあ、そこでやりますからって、西巣鴨行ったんやけど、行った時ね、管理人の女の人がいたんですよ、はい、スタジオのね。一人だけ。一人だけ女の人が。ほんで、俺が入った瞬間に、あら、すげえこのスタジオ、幽霊出るやん、絶対、と思って。もう思ったんですか？思った。で、俺がその管理人の女の人に、あれ、すいません、ここのスタジオって、あれ、幽霊出るんじゃない？って俺が言ったら、うわ、北野さん、お目が高い。お目が高いって何やねんと思って。ちょっと違いますけどね。ほんで、俺が、いや、この一階、地下と一階やねんけど、うん、地上一階、地下一階やけど、はい、この地上一階のこの隅の、このキッチンのとこに、なんか女のその幽霊出そうな雰囲気ありますねって俺が言ったら、うわ、北野さん、すんげえ霊感持ってるって管理人の女性が言われて、キッチンのそのカーテンが開けたら、ここに前ね、霊能者が来た時、ここ危ないよって、お札貼って帰らはったんですよって。ほう。わかるんや、北野さん、すごーいって。明るい感じで言われたんですね。明るい感じで言われましたね。で、その時たまたまその後に心霊スポット行く時に一番最初だけね、霊能者の人がついてたんですよ。そうやね、初回だけ、ね。なんかあったら困ると思ってたんで。はいはい、したら、その霊能者の人がそのお札見て、うん、これは全然効かないねって言って、そうそうそう、貼っても効かないよねって言われて。そうなんですよ。ほんで、ちょっと俺があまりにもちょっと霊感その時語られたんで、ここはクリーンヒットやなと思ったから、監督にちょっと悪いねんけど、俺が怪談語る時に、語る時ちょっと全然わけのわからんところで、俺を映さなくていいカメラ一つ用意してくれって言って、あ、なるほど、言ったら、ほんまに俺がちょっと京都の幽霊マンションを語ろうとしたしたら、途中で、ほんまに地上一階、地下一階やけど、このね、下に降りてくる階段が鉄の階段やね、はい、非常階段みたいな階段やけど、ここをいきなり、カン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 って降りてきて、で、くるくるって走って、壁をバーンパーンパーンパーンって、最初にね、壁をね、向こう側から殴ってくるんだよ、地下室の壁を。地下室の壁を。で、あれって、カーテンを一応してあるから、うん、あのカーテンの向こうってなんか部屋ですかって言って、開けたら壁で、何もなくて。何もなくて。で、隣のビルの地下室かなんかありますって言ったら、いや、隣ビルは何もないですと。うん、うわ、で、上をね、歩く女の人のハイヒールのコツ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 っていうのが聞こえるんですか？いや、だから、その管理人さんも僕らと一緒に下におったから、今一階は誰もおれへんね、うん。そやけど、その時に僕らカツ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 って音してて、あ、その時俺が階段階段、あ、来た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 よって言ったら、ほんまに、地下に降りてくる鉄のね、非常階段みたいな、カン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 って言って壁をパン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 って叩いていって、それがちゃんと映ってるんですよ。へぇー、すごいですね。うん、で、2回目の時かな、うん、次の年の時に、また同じとこで撮った時に、じゃあそれ、コックリさんを夜中やったりするんで、うん、その間上で定点カメラつけときましょうって言って、つけてたら、なんていうの、ひょうたん型のオーブっていうのは初めて見たんですけど、ひょうたん型。丸くない、丸いのが2つ繋がって、まあなんかひょうたん継ぎみたいな感じの形になってるんです、うん、それが、締め切った窓のその道路の方からスーッと飛んできて、窓を通り抜けて、部屋の中スーッと通っていたんですよ。そう、でもここは2回ロケやって、その時にも結局突撃編と驚愕編両方やったんですけども、まあ2回ともね、なんかちょっとおもろなかったのはね、はい、その階段を、その非常階段降りてくるって、上をカツ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 って上に、うん、で、みんなで、このハイヒールの音がして、で、鉄の扉を開けて、カン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 って降りてくる音も取れて、壁叩くのも同じ現象が、これ、時を、なんか半年ぐらい開けて、同じことをやるよね。ちょっと芸がないね、この幽霊も。いやいや、例に芸を求めても同じって。同じやね。ただね、一つだけ分かったのは、そのね、面白かったのは、その女の子、うちの誰だったかな、あれか、杉山夏美ちゃんが来た時に、ね、はい、ヒールで来てたから、その彼女にちょっとやらしてみ、それコン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 ってやらしてみて、はい、人間が、重み、人間の体重でヒール履いてたら、そんな軽やかな音せえへんね。
へー。実は。人間が、歩くとね、ちょっと響くんですよ。やっぱ無人のところ歩くから。コンコンコンって言って残響があるんですけど、聞こえてきたのはもっとね、高い、軽い。カツ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 っていう感じで、音が切れてるんですよ。切れてんね。だから実は歩いてみてみーって歩いても全然そんな音せえへんね。だから、歩いてる音はしてんねんけども、きっと実体としては重みがない、ね。ないですね。すごい怖いですね。で、そこはね、そのスタジオをやる前も別のところの会社が入ってたんですけど、うん、そこが出てって、で、誰もテナントさんが入んなかったんですよ。うん、で、それだったらもう地下と上と両方とも一緒に貸してるから、なかなかこう使い勝手が良くないんで、うん、スタジオだったら使いますって言って、撮影スタジオが借りたんですけど、やっぱりね、次の年に僕らが、また撮影させてくださいって言ったらもうやめてたんですよ。うん、あ、もう出てっちゃってたんですよ、うん。で、不動産屋さんに直接電話して、僕らはスタジオの時にまた撮影させてくださいねって言ったら、いいですよって言われたんです。それは嘘なんですけど。うん、で、絵が繋がんないんで別のスタジオじゃ撮れないんですよねって、何の絵が繋がんないのかわかんないけども、それを言ったら、じゃあそういう条件だったら、一回だけで、うん、その他のテナ、次のテナントさんが入ってなければいいですと。うん、で、言ったら、誰も入ってなかったんで、じゃあ一日だけ、まあ短期で貸してもらうみたいな感じで、使わせてもらって、うん、で、次にまた行ったら、いや、次のテナント入りまして、あんなところに誰が入るんですかって言ったら、うん、倉庫になってた。倉庫。レンタル倉庫になってた。はい。だそうすると、結局だ人が出入りする。そう。人がいて、仕事するといろいろ不具合があるけれども、レンタル倉庫だと無人じゃないですか。まあそうですね。で、なんかあっても誰も気がつかないじゃないですか。で、商売に影響ないんで、そのままレンタル倉庫になる。そうそう。だってその時後にね、その女の管理人さんに2回目の時までいろいろ聞いてた時に、俺は幽霊おるでしょって言ったら、そうなんで、実はもう北野さんから言いますけど、うち1階の地下のね、とこのフロアで、ダンスの練習したら、急に女の子が突き飛ばされたりとかして、ちょっと事故があったんですって言ってて、あ、そうやろうなぁ、いう話をしてたんですけどね。で、まあ、この頃はだから、この不死鳥編、飛鳥編とか、突撃編、驚愕編あたりは、めっちゃ、お前ら行くならしい、心霊もんやったわ。なるほど、本格的な。今となってはこれ本格的な心霊もんやったわ。いや、わかんない。僕なんか特にもともとそういうのをやってないから、どれぐらいのものがヒットなのか、ツーベースなのかっていうのが分かんないから、はい、だからこれは結構普通にあることなのかなと思ってなるほど、なるほど、なるほど。それぐらい綺麗なものが見られるというかね。でもまあ実際にこのね、西巣鴨の、ここからロケに行くって言ってた時に、うん、いきなり面白かったんが、その幽霊の撮影撮れて、わ、今日も今日撮れたね、よかったね、いう話してた時に、監督から急に監督がバーってやってきて、あれ監督が、西浦さん僕に今電話しましたそうそうそう。スタジオ全部その日現金生産なんで。生産してたね。終わって次ロケ場所行きますよ。みんな撤収してくださいって言って、僕だけお金払ってたでしょ。僕ら車乗ってたよ。はい。したら、ブーブーって言って携帯が鳴るから、パッと見たら西浦って出てるんですよ。うん、で、西浦さんが僕の車の助手席に乗ってるんですよ。前向いてるから、なんかあって呼んでんだなと思ったから、車まで行ってガチャッと開けて、何ですかって言ったら、ん何ですかって言うから、いや、何ですかじゃなくてって言って、うん、いや、今僕のところに着信があったかって見せたんですよ。したら、いや、電話してないですよ。だってその時僕と西浦と、まだその時女の子出てるぐらいから、うん、女の子だと次のロケどんなとこやのね、みたいな話をしてたから、うん、西浦は携帯いじってることもなかった。なるほど。で、あれって言って、じゃあ見せますよって言って、西浦さんが自分の携帯見せてくれたら、発信履歴はないんですよ。怖すぎる。で、僕の方は着信履歴あるし。着信履歴あるね。あんで、そんなん言うてて、で、また、それでもっぺ、ちょっともっぺ先生しますので、また行ったら、また鳴ってんね、うん。で、またブーブーって鳴ったから、目の前の西浦さん見たら、やっぱり普通に座ってるんですよ。そう。で、だって喋りながら言ってんのに、電話、西浦が発信されてる。誰からの電話で、西浦いじってないし、もう今喋ってるやん、俺らと、うんうん。で、鳴った瞬間に、もしもしって言ったらプツって切れるんですよ。やだー。ほんで、でも、言ってて、それやとおかしいやろって、ほんなん監督ね、西浦の名前で、ちょっと女の名前を実は西浦に変えてんじゃん。あううまあ、いわゆる、打ち間違いですね。打ち間違い。名前を打ち間違えて、なんか、西浦さんと西浦和さんと間違えてるとか、そういうことがあるんじゃないかなという。ほんで、だから監督今かかってた電話にかけてみたらええねや。こっちからね、かけたら。でも今、プチって消えたけど、今かけたらええやんって言ってかけたら、うん、西浦の電話がなんねん。リタイアしたら、西浦さんの携帯がブーってなって。なって。で、ちょうどその霊能者がまたいたんで、霊能者の人に、うん、すいません、今こういうことがあって、僕のと西浦さんの携帯がこういう状態になってるんですって。
このまんま次の心霊スポット行ってもいいもんでしょうかって言ったら、その霊能者の人が、これは西浦さんの方に何かありますねって言われたんで、じゃあ次の場所行きます。じゃあ出発しまーすっていう感じになったんで。あの時からすでに死の淵を覗いとったわけやからね。はい、まだまだ続きます。ということで、それでですね、2010年、2011年が終わりましたら、この2012年がテレビシリーズになったんですね。うん。テレビシリーズ。はい。それまでは、まあ、DVD オンリーだったんですオンリーやったんですけど。で、もうちょっと、あちこち行きたいねと。うん。あちこち行きたいんだけれども、予算がない。まあ、それ予算がないんで、じゃあそれはなんか旅番組の体にして、取材をしていくっていう、なんか、ゆったりした感じの、ゆるゆるの番組ができたらいいねっていう企画がもともとあって、で、じゃあ、取材がてらっていう感じもなるし、じゃあ行きましょうっていうんで、エンタメーテレさんが、それ放送ついていた。で、放送と、その後 DVD と。うん。ということですね。それでまあ何とかロケできるんやないか、言うて、そんなん言ったら先ほどの西浦くんが何かあるんじゃないのと。はいはいはい。いう風になったら、西浦くんが、今流行りの人食いバクテリアにやられまして。そうですね。はい。人食いバクテリアにやられて。やられて、生死の淵をさまようと。ロケのね、2、3日前ぐらいに電話をして、うん、で、ロケのことなんですけどって言ったら、なんか息が荒いんですよ。うん。ほんで、いやー、これからね、ちょっと、病院に行かなきゃいけないんですけど、うん、どうもちょっと熱があってとか言うから、うん、あ、もう全然わかんなかったんで、うん、あ、お大事にとか言って、うん、で、しばらくしてまたちょっとどうですかって電話をしたら、いや、もう、このまま手術だって言われて、うん、でももう気の身気のままで着替えもないから、とりあえずって言って着替えを取りに戻させてもらったんですよ。うん、で、そのまま入院ですって言ったら、もう入院手術で面会謝絶だったんですよ。で、どうしたんですかって言ったら、その、まあ、いわゆる溶連菌ってやつですかね。そうですね。人食いバクテリアにやられて。足を太もものところばっくり食われて、うん、そこの肉が全部溶けちゃった。ってことになって、それでまあ、とりあえず、急性の血糖値になってね、血糖値だけでも死んでましたね、あれ、ほんまね、うん。後に聞いたらもう、そこまで人間って急激に血糖値上がるの。だからもう、ちょっと目もね、失明の寸前まで行ってもう、熱で、眼球が一回膨張しちゃったんで、うん、目の玉が、それで熱が引いた後にシワシワになっちゃうんですよ。うん。そしてはっきり見えなくなっちゃうんで。なっちゃってって言ってね。えらいことになってましたもんね。大変。いや、ほんで、そんなに、ね、そんな中結局だから、OK 岡山くんとね、結局僕ら、八甲田山に行こう。まあ、最初に行くっていう、ね。青森の八甲田山ですね、うん。はい。で、この時は、だからこの辺ではもうなんか、八甲田山に行ったりとか、あとシリーズ的に言うと、すいや、フジテレビがずっと追いかけた杉沢村っていうのがあって、これが表紙抜けないと、はい。杉沢村伝説っていうのが昔あって、はいあはい、その殺人事件で村が一個絶滅したって。消滅した。そう。うん、村の人が全部殺されちゃったんで、その村がなくなったっていう噂の幻の杉沢村っていうのがあったんですよ。はい、これがフジテレビは結構シリーズやってましてね。そうそうそう、はい、消えちゃったんだと。そう。もうね、特番でね、3回ぐらいやったんですよね。なかなか場所がわかんないっていうので、じゃあ僕らも行きたいですって。結局、特定できなかったですね、フジテレビは、ね。そうです。目印がね、鳥居があるんですよ。はい。はい。猿田彦神社みたいになってて、はい、鳥居があって、そこの奥が、どうもそうらしいんですけども、すごい、藪がすごくて。すごくて、森に。入れないですよ。もう森がうっそうとしててね。うん、で、まあ、鳥居がどこにあるかがよくはっきりしない。そうそうそう、うん、って言うてて、わかりました。で、ね、まあ、大体その地元の人に、ちょっとその辺のこと詳しい方に、大体この辺りやと思うって辺りを聞いたんですよ。うん、ほんで、じゃあ、杉沢村探そうって言って、ビャーって行ったら、最近なんか、参拝処理場をその辺で作り出して、はい、あっさり鳥居が見つかって。え？重機が入って、そこ全部開いちゃったよ。開いちゃう。ビャーって森をね。で、さすがに神社の鳥居とかは壊せないから、そこは綺麗にして、うん、で、奥行ったら、そこに村の、墓地もあったんですよ。そうで、墓地も、壊せないじゃないですか、やっぱ、うん。だからそこをちゃんと草刈りして綺麗にしたんで、はい、すんごい通り良くなって、ダンプが通れる道になってて、そう。すごくよく見える状況になって。ああ、こっちだって言ったら、おばちゃんが3人ぐらい、チリチリチリンって熊鈴つけて出てきて、へで、あ、すいません、ここら辺に杉沢村っていうのがあって、ああ、昔はあそこにあったけど、もう何もないよ、あ、でもそっちにお墓があるよ、とか言って教えてもらって。そうなんです。フジテレビが探しまくって3年ぐらいかけてやった杉沢村3分で発見。すごいですね。山菜採りのおばちゃんなり道案内してるので、ここ、ここここですか、ありがとうございました。あっさり。あっさり。嘘や、半日ぐらい時間かけてるつもりやった。あっさり、ロケスケジュールあっさり。ロケスケジュール、どうすんねんみたいな。温泉どっか入りましょうか、みたいな。確かにね。旅
番組だし。そうですね。あれ、拍子抜けやったわ。本当ですね、それは。いや、だからガチンコでやってると、もうそんなんなってまうねんね。まあそうですね。だから、たどり着けない時もある。じゃあ、そうですね。あるんですね。でもガチンコでやってると、それはその時の状況分かってなかったね。やってなかったら、ええー、みたいな。しかもネットであんだけ騒いだ杉沢村3分で見つけてもたで、みたいな。確かに。これはでも、お前ら行くなシリーズの中で一番なんか、がっかり感、がっかりお前ら行くなシリーズでしたね。まあそうですよね。そういう意味で期待してね。期待して。しかもなんかもう見てたらなんかね、あの杉沢村が発見、我々には発見できるんだろうか、って書いてるのに一切見つかった。なんか小屋を見つけた人たちもいて、でこの小屋が実は杉沢村の廃屋じゃないかっていう風になってたんですけど、うん、行ったらなんとか工業の炭焼き小屋だっていうのがすぐ看板が出てて、全然ちげえしみたいな感じになって、あかあかまかあんまりすぐ見つかったらあかんねやっぱり、でもなんか面白いことは面白かったですよ。面白かったです。そこの杉沢村の隣村に住んでたおばあちゃんの話が聞けて、はいはい、そうすると実はそんな事件じゃなくて、確かにいっぱい亡くなったは亡くなったんですけど、うん、やっぱそういうことがあると村いらないじゃないですか、うん、で隣の村からもやっぱりあの村はねって思われちゃうんで、みんなチリチリになっちゃったの。別にみんな死んでいなくなったわけじゃないっていうのも一応分かったんで、何人かがバタバタと亡くなられたんで、 そうですね、そういうこと言われたから引っ越しましたよっていうのも隣の村のおばあちゃんに聞きましたけど、ね、まあこの頃で、ね、あとお前ら行くなら方向がちょっと怪しい、いや怪しいっていうか、まあ方向的にガチでやったらこんなことになるわな、でもガチになったもんはガチで見せといたらええやん、そうですよ、でもそれでええんちゃうのっていう方向がこの頃やっと固まり出した感じですね。はい、川倉監督と僕の中でちょっと異例のちょっと違うのは、うん、今でこそ松原男子が事故物件すいます芸人って言ってね、はい、やらしてますけど、もともとはあれなんですよ、呪いのパラノーマルマンション滞在期って。そうです、そうです、はい、これはね、もともとそこに住まわれてる人がいて、で私の住んでるとこ出るんですよっていう人結構いるんですよ、うんうんうん、話で、そうやね、でじゃあ行かせてくださいよって言うと、いやもう気持ち悪くて引っ越しちゃいましたとかいうので、うんうん、今住んでて、例えば、まあ、大家さんとかもいるけれども、いいですよって、取ってきてもいいですよっていう人って本当にいないんですよ。そうなんですね。そうですよね。で、たまたま、それは千葉の方だったんですけれども、はい、うちが住んでるとか出ます。で、うん、もうすぐ引っ越しますと。今月引っ越すんで、うん、それまでの間であれば、もう引っ越しちゃうから、うん、いいですよって、取りに来てって言われたんで、じゃあ行きますって言って取りに行ったのが最初のパラノーマル物件です。そうなんですね、はい、ほんで行ってなんかこうカメラ回して、で暗視カメラの方のカメラ回すと、あれなんかオーブがいっぱい飛んでるのが見えたんですね、うん、大爆笑ですよ、うん、赤外線で全部電気消して赤外線カメラだけつけて、でそれのケーブルを、映像ケーブルを外に出して、僕とかは外の車の中で見てたんですよ。モニターでね。で、はいはい、北野さんもそうだし、西浦さんもそうだし、まあ、女の子のゲストの子もいたんですけども、うん、3人は真っ暗の中で、音がしますねとか、うん、なんか空気違いますねとか言ってるんですけど、うん、すんね、僕ら映像を見てると、西浦さんの顔面にオーブがわーってまとわりついてて、なんかホタルがまとわりついてるような感じになってるんですけどね。音じゃねえし、みたいな感じになってて。うん、で、じゃあ、このマンションを、まあ、ちょうど抜き張りやったら借りようかと、三月ほど。これが借りて、ほんで、まあ、なんか、監督がずっとカメラ置きっぱにして、で、たまにそこに行って、実際にその、マンションに泊まって編集とかしてたんですよ。はい、テープチェンジもしなきゃいけないし、いわゆるハードディスクにレコードしてるのもあったんですけれども、まあ、それの調子も見なきゃいけないっていうのもあって、で、いろいろやるから、まあ、ただぼーっとそこにいるのもなんなんで、仕事道具全部持ってって、そこで編集を、しながら、何日かそこで過ごすとまた帰ってみたいなことを繰り返してたんですね、うん、はいはい、で我々もだから2週間に1遍ぐらいはとりあえずみんなで集まって、週末集まって様子を見に行って、様子見に行って、まあ、ちょっとなんか宴会しつつ、そうですね、うん、忘年会とかやってましたね。そう。ほんでそこにだから今まであった曰くのね、人形、うん。あ、ちょっと今になるいろんなところロケでね、うん、はいはい、はい、なんかちょっと人形、こういろんな人形おったんで、ひなちゃんとかね、ひなちゃんっていうちょっと歯が伸びてくるひな人形があるよっていうのをまあもらったのがあったんで、はい、それとあとは僕がまた古道具屋でちょっとこれいらないからって言ってもらってきた市松人形があったんですけど、はい、それなえこっていう、はい、なえこ、まあ、名前つけたんですよ、ね、名前を一応つけて、はい、名前つけてあげるとちゃんと人格ができるんで、はい、でなえこさんっていうのつけて、なえこちゃんとひなちゃん、
と、あとは、チャッキーやね。チャッキーって、これは大分のお寺にあった人形なんですよ、もともとは、はい。それもともとね、その お寺に行った時は、それはほんまに髪の毛が伸びる人形が。そうなんです。富士ですよ。富士娘の人形があって、それが髪の毛が伸びるんですっていうのを取材させて行ったんですよ、うん。はい。で、取材させてもらって、確かに髪の毛が伸びたやつが落ちてて、うん、これ九州大学が、本当に人の髪の毛かどうか調べるんで採取してきましたみたいなのがあって、あ、確かに髪の毛落ちてますね、うん。で、それを一応撮影しつつ、誠さんが、そういえば気になってんだけど、後ろにある、3歳児ぐらいの、まあ2歳児ですかね。そう、2歳児ぐらいの。リアルな大きさの、そのなんか。ずっと座ってんですよ、後ろに。人形が。ね、人形が人形、そう、2歳児ぐらいの、アメリカ人の子供の2歳児ぐらいって感じの、ね、そのまま模した、ちょっと帽子横かぶりした、うん、ボーダーの、はい、まあ、逃げ恥で言うと、古田新太。ボーダーのシャツを着てる、その人形があって、これ何ですかって言ったら、うんうん、なんかね、いや、これは先代の住所知らないんですよ。あが、供養してくれて預かった。先代の人が預かってきてるんで、今のご住職は、どんなものかわからない。わからない。どんなものかわからないと、払えないんですって。そうやね。供養ができない。これはこういうものだから大事にっていう、元がわからないから、そのまま放ってあるって言われて。そうだ、先代は、ちゃんと供養したんやと思うんだけど、ただ置いてあるから、先代のことしかわからないから、もうずっと置いとくしかないですね。俺がすんごいその人形が気になって。ね、いい抱き心地なんですよ。大きさが、こう、はい、なんか膝に乗っけてちょうどいい感じ。ちょうどいいですかね。で、ちょうどほんま2歳児ぐらい。はい。って感じで、どうもなんか中にね、誰か人がおって入ってそうな気がして仕方がなかった。何それ、はい。いやいや、あまりにもね。うん。だから、ちょっと貸してもらえませんか、うん、で、まあそれロケは一回終わっちゃったんですけど、またお前ら行くの撮影をやってる時に、そのひなちゃんっていう人形があって、人形一体じゃかわいそうで寂しいよねって思ったんで、うん、僕は大分に電話かけて、すいません、あれをちょっと貸していただくことってできませんかねって言ったら、うん、あ、いいですよ、返してもらえればあげちゃうわけにはいかないんで、うん、いいです、いいですって言って送ってきた。うん、で、ロケ先でお友達、来ましたって言って、北尾さんに渡すという、はい。そうね。俺が、うわ、来たって言って。その時、チャッキーじゃなかったですけどね。最初は、なんかね、マイケルっていう名前だったし。まあ、ちょっと外国人風な。そう、まあ、まあ、マイケルやってんけど、やっぱちょっと、マイケルじゃなーって。ちょっとマイケル可愛すぎたんで、ね。可愛すぎたんで。じゃあ、これはやっぱもう、やっぱり、人形といえば怖いといえばチャッキーやろ。チャッキー。ということで、まあ、服もチャッキーっぽかったんで、ね。ボーダーですもんね。ボーダーやから、チャッキーでええやん、言って、チャッキーにつけて、それからたびたびこの人形と、このひなちゃんと、それからね、あいつが、ライブ、そう、ないことが、3人が、このパラノーマルマンションにおったんですけど、はい、このパラノーマルマンションでもちょっといろんな実験やってて、ほんまに映画パラノーマルアクティビティみたいに、小麦粉をそこら中に巻いて、はい、足の肩がつかないかとかね。はつまり玄関のところにちょっと、まあ、狭いワンルームやから、はいはい、そこにバーっと小麦粉いっぱい巻いて、新聞紙の上に巻いて、定点カメラで観測したら、急にこれが動いただけです。ジャリジャリって言うやんか、だから、はいはい。そういうのもやってみたから。なるほど。結構実験的なことはかなり。結構いろいろ本格的にやった。本格的にやった。これが意外と当たったよね。面白かったですね、そういう実験自体は。うん。で、確かにそれで粉撒いたところも、後で見ると、音がしてるんですよ。してんで。で、パタッ、パサッ、パサッ。っていう音が、それがだんだん大きくなってくるから、多分カメラに向かって近づいてきてるんだろうなっていうのはわかるんですけど、そうそう見ても、粉に足跡はついてない。ついてない。でも、微妙に、その新聞紙の粉のないとこがちょっと揺れたりしてるね、ポッペって。こうやってピッって揺れてる。それは映像で見てたら、あれ何個来てるよね、ここへって。しかも明らかに定点カメラ置いてるから、人も誰もおれんから、そのカメラの方に音が近づいてきてるのもリアルにわかる。あれは結構、これ結構画期的でね。まあ、さすがちょっと最初、竹勝負は、そんな面白いかなとか、言うてたけど。なんか家賃もかかるしてくる話もあったんですけど、ね。あったんやけど、まあ僕ら監督はまあ週に1回ぐらい行ってて、まあ僕らも2週間に1回ぐらい行ってて、ね。へぇ社宅みたいな感じだったんです、ね。なるほど。忘年会もして、新年会もやってましたよ、ね。で、宴会してても、みんなわーっと喋ってると、相槌をどっかで打つ男の人の声がしたりするんですよ。関係ないとこで。そうやね。あれね、不思議でしたね。僕らじゃない奴が誰か一人参加してましたよ、ね。それでこう話しながら、ん？今誰か、なんか返事したよねっていうのがあったりとかするんで。そう。で、一番怖かった、なんかこう、微妙な寝方するとかあって、俺の奥の。はい、はいはいはい。俺がチャッキーとナエコと、
ひなこと3人で、俺だけ、はい、そこだけで、横になって寝た時に、俺が、じゃあチャッキー寝るねって言ったら、うんって言ってやつがおって、誰やねん、今と思って。え、誰や、今、うん言うたね、今、誰かって言って。で、ちょっと、女優さんで、ちょっと霊感がある人が、高橋さんっていう人がいて、その人も一回来てもらったことがあったら、この中には子供さんが入って、多分おばあちゃんかなんかすごい大事にしてた感じがします、うん、みたいな。いいことやったね。うん、子供で。でも、おチャッキーで男なんだけど、多分中は女の子ですって言ってました。へぇ、うん、まあ、女の子にチャッキーってつけるのもどうかと思うんですね。まあ、そうですね。はい、そうですね。まだまだ続きます。はい、ソーリューさんからです。鎌倉監督のカムイコタンのロケ &DVD を見て、旭川まで行きましたよと。旧駅舎の中を移動する謎の人、私もビデオカメラ回しましたが、なかなか心霊現象に遭遇するのは難しいですね、ということですね。なかなかね、その時に気がつかないとか、その時なかなか確認できないってあるじゃないですか。うん、いや、カムイコタンのね、駅舎がちょうどもう、閉じてあって、あれもうちょうど何、この時期もうね、冬じまいすると、雪で窓が割れちゃうんで、はい、全部板打ち付けちゃうんですよ、シーズンオフになると。はい。で、それギリギリぐらいの時に、ロケに行く直前だったんで、じゃあロケ班に僕行ってきました。遠いんですよ、神子丹って。どっからも遠い場所なんで。神子丹っていうのはもともとアイヌ語で神のね、漂流するとこっていうとこなんですけど、うん。で、そこに行って、まあ、日暮れまでの間に、ちょっと夕焼けになってきちゃったなと思って、実景だけ撮んなきゃいけないと思って、うん、で撮ってる間に、まあ、ここ旧、駅舎がありますでホームがありますって言って、まあ、それ実景で後で使えるようにって言って撮ってパーッとパンして駅舎行ったら駅舎の窓の中におじいさんがスーッて入ってきたんですよ、シルエットで。うんうん、黒い影でね。はい。うん。いや、それはちょっと使いづらいですよ、映像的に。なるほど。入っていっちゃう瞬間があって、そのまま抜けていったら、うん、抜けていくところは取れるんですけど、うん、まあ、使えるなって。で、じゃあ抜けるまで待ってようかなと思ったら、柱の影に入ったまま出てこなかったんですよ、うん、そのおじさんの影が。うん、でもこのまま待ってらんないし、もうワンカット撮るのもめんどくさいかなと思って、うん、で、ちょっと向こうに SL がありまして、元は SL の中に事故を起こして亡くなった機関士の人の霊が出ると。っていう噂がね。いうのが元々だったんです、ね、はい。噂だったんです、ね、で、駅舎の方はあんま気にしてなかったんですけど、それちょっと SL 撮って、じゃあまあちょっと気になってたんで、まあその駅舎の中を撮りたいと思って、うん、で、開けようと思ってガシャってやったら、鍵が閉まってる、うん。で、裏も行っても裏も閉まってる。でも、誰かが出て行った気配がないんですよ。うん、自分一人しかその時いないから。はい。そんなとこやし、なんかセコムみたいなのがしてますよってシール貼ってあるし、はい、長嶋監督のセコムしてますよ、ね、あれが貼ってあるからね、おかしいなぁと思って、でも周りに中に誰か入れますかって聞く人もいないわけですよ。そうですよね。で、困ったなぁと思ったんで、こういうの撮れましたよというのがあったんで、西浦さんに一応こんなことがあったんですよって言ったら、うん、いや、実は駅舎にもその昔ここの鉄道で働いていた人が出るっていう噂が本当はあるんですよねっていうのを後から聞いたんですよ。そうやね。だから映像的には映ってんだけど、これは一体一瞬やねんね。ほんまだから黒い影が横切ってて、ほんま人影がちゃんと横切ってて、それはもう映像見てたら、あ、人影映ってるやんって思うねんけど、でも監督もそれあんまり言わったわけね。で、まあ、その、カムイコタン自体がまあ不思議なとこやったんですけどね。そうですね。もうね、すごい綺麗になっちゃったんですよ。昔は、すごい小さなトンネルが、もう本当にちっちゃい SL が1台通れるか通れないかぐらいのトンネルがあったんです、うん、それはまあサイクリングロードになったりとか、はい。今はすごいもう観光地としてね、頑張ってありますけどね。多分これが俺らの中でナンバーワンやろと思ってるのを言っときますと、はい、これお前ら行くなの僕らは心霊探偵団ギアセカンドの最初の岩手心霊巡行機構ですね、はい、これは松尾鉱山ですね、はい、松尾鉱山っていうと日本三大廃墟っていうのがあって、はいはい、まあ、軍艦島、長崎のね、長崎の軍艦島、はい、でこの松尾鉱山が陸の軍艦島って言われて、うん、で松尾鉱山団地、うん、あともう一個沖縄の中城高原ホテル。ホテル。この三つが、日本三大廃墟と言われてて、この松尾鉱山の団地は天空の城ラピュタみたいになってて、標高1000メートルから1200メートルぐらいのところに、
昔団地が、できまして、リンが取れたんですね、マッチの。はい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 。そのリンが取れたから、昭和30年ぐらいは、人口1万2000人ぐらいが、その団地に住んでた。硫黄をごーっと量産してて、で、しかも標高高いんで、はい、そこで全部生活できるようにしないと不便なんですよ。なるほど。うん、だ学校はある、消防署はある、警察署はある、うん、で、娯楽も映画館も全部あるって、病院ももちろんあるっていうので。1万2000人が一つの町や。すごいですね。都市やですよ。うん、はい。で、そこに、まあ、廃墟になって、まあ、これはもう廃墟マニアの中でもすごい有名 で、はい、で、ちょうど紅葉の季節ぐらいで、行ったらね、すんごい紅葉も綺麗かったんです。綺麗なんですよ、はい。で、紅葉を撮りに来る人とか、紅葉と廃墟っていうの、まあ、廃墟マニアもいるので。なるほど。はい、で、標高もちょっと1000メートルから1200メートルのところにあるので、すごい綺麗かったんでね、はい。ここの小学校が、すごい幽霊が、子供の幽霊が出るっていう噂があって、まあ元々の話は、はい、この小学校とかその団地全体がでかくあって、はい、お正月になんかこう、映画の上映会をやると、ね。子供たちに映画館、映画館じゃなくて学校の体育館みたいなところで、そういうところで上映するよって言うんで、その子供たちがわーっと殺到しちゃったんですよ。ほんなら、その子供たちがわーさっとして、押し倒されて、何人かの子供がそこで亡くなったんですよ。つまり圧死したなんて、圧死したんですよ。そうね、将棋倒しになっちゃって。将棋倒しになっちゃって。で、まあそこの、その、小学校の廃墟に、どうやらなんか幽霊が出るらしいということで、僕と監督と、で、岡山くんと、それからカメラマンの。山本くんと。山本くんと。で、そのま、学校は団地が、その小学校自体は団地が全部その、閉山、お山閉めた時にもう全部なくなったんですけど、うん、その小学校のとこだけは別の学校法人が、うん、それを買い取ったんですよ、うん。で、リニューアルして、新たに、うちは小学校じゃなくて、もうちょっと大人の学校でやりますって。はい、高校の全寮制の高校を作ってたんです。なるほど。ね、でかかったから、小学校自体も。で、そこに、高校生たちを入れて、寮生と学校っていう形でやってたんですけど、はい、まあ、そこも終わりまして。で、学校の廃墟と、まあ、反対側にその団地の廃墟って二つできてるっていう状態になってたんですね。で、昼間は団地行って、夜になって、学校側に行って、うん、体育館の方から行って、体育館のところからぐらいから、もうなんかすごい変な物音が、あと人の話をよね。そうね。僕らロケしてると、すごい賑やかな、ワイワイガヤガヤ行ってきたんで、あ、これはきっと、他に。廃墟マニアが、ね。廃墟マニアとか、心霊スポット肝試しに来ちゃったやつとかがいるんで。勝ち合うかなと思って。来ちゃったかなと思って、様子見てたけども、全然来ないんですよ。でもなんか結構、わちゃわちゃっていう声が遠くの方から聞こえてくるんで、あれ人が来てるんじゃないのっていうことで、うん、まあ体育館おったんですけど、それから一番の本番は、まあ、この、その体育館のこっち側行って校舎なんですけど、3階建てやね。3階建てで、まあ、言ってみたら、東、西に扉がある。で、まあ、いわゆる小学校、ほんまの小学校のよくある形ですよね。はい、正面から入れて、はい、扉が両方非常階段がこう、東、西に東西にあって、そこに入っていって、教室が途中何個かあると。で、もちろんその全部がその教室じゃなくて、やっぱ布団部屋じゃないですけど、泊まれるようになってる階があったりとか。はい、あとは、だから、何ありましたかね。あと、まあでも、あと、あれがあって、懐かしいね。小学校の木造のロッカーとかがあって。はい、ほんで、最初僕らが入っていった時に、いきなりもうね、東の、一番一階におった時に、いきなり、どっかから音がドーンって。いや、最初はね、上でジャリジャリ、踏む音がしたんですよ。そうや、ジャリジャリ言って。で、やっぱガラスとかの破片があったりするから、踏むとジャリジャリ言うんですよ、はい。で、あ、上の階でジャリジャリ言いましたねって言って、で、一個上に上がったんですよ。で、撮影をしてたら、もう一個上から今度ジャリジャリ言い出すから、あら、もうちょっと上ですよって言って、で、上3階まで上がって、どこがジャリジャリ言ってるんだろうねっていう話をしてたら、ドアが開く音がブーって、その、手付けが悪いのが、なるほど、なるほど。鉄の扉がブーンって音がしてんけど、はい、ちゃうねん。これがな、扉が実際に動いてブーン言うてんのやったらええねんけど、錆びついてんのよ。ほんで、なった方向の扉に東から西へタッ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 とみんなで行って、今ブーンって言うたらこの音やんなって、俺ら、大の大人がやで、はい、一生懸命力入れてグーって動いしたら、ブーンって言うんじゃなくて、ギッ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 って言うから、え、
ブーンって言ってないやんって、うん、で反対側のドアかなって見るとそれはもう外れて床に落ちてるんです。蝶津貝が落ちてドアは外れてんねん、はい、東は蝶津貝のドアが落ちて外れてて西の方は立て付け悪いけど錆びついてるから、うん、ブーンってそんな軽く動くような振動音とかせえへんねん。ほんで俺らそこ行ってあれおかしい、そんな音してないよなって、ほらトイレの扉とかじゃないかとか言って、でトイレの方も行ってトイレの扉もやってみるけど、そのそういうブーンって音がするような軽い木造の扉やから、今度はそんな重いブーンっていう感じの音が出えへんね。でもブーンって音入ってるね。そうこうしてるうちになんかカメラのバッテリーライトがだんだん薄暗くなってきて、あ、これはちょっとバッテリーが弱ってきたから取り替えなきゃいけないですね、はいはい、で取り替えたらまたなんか 2,3 分したらまたスーッと暗くなってきて、あ、おかしいですね、いやちょっと出ましょう出ましょうみたいなことして、まあ他の部屋も全部回んなきゃいけないんで、回ってて、そうそう、で回ってたら、ほんなら今度ね、不思議なもんで、さっき言ったら木造のロッカーの扉が、俺のカメラ、俺が自分でカメラ持ってたら、ふっと見たらその木造のロッカー扉開いたら急に閉まんねん、えってこれが映ってんねん俺のカメラ。最初ね、最初ちょっと閉まってたんですよ。それで僕らはそこを撮ってなかった。カメラマンが僕と山本くんがいたんですけど、両方とも別の方向向いてたんですよ。で撮ってたのは北野さんが自分で持ってるカメラだけだったんですけど、カメラ、ね、で通り過ぎる時にブーンって言って一回開いたんですよ。それで、え、何って言ったらブーンって言ってしまった。しまった。それは俺と岡山二人で見てて、たまたま俺のハンデカメラに映ってて、今何やこれって、そっからあれなんかひょっとしたらおるんじゃないのっていう話になって、そんなん言うてたら急に扉がドーンって音がしたの、うんうん、最後はですね、最後、いや、はい、じゃあそれまで何回も落とした扉が、うん、そのために僕らその扉の音をした方に行くね、ずーっと、うん、それやってて、もうなんか東の扉に3階、東の西の2階の扉とか、ずーっとその音がする方にずーっと行くね。これはもうみんなが一塊になってるから、おちょくられてるみたいになってるから、はいはい、もう分かる。挟み撃ちだっていう話になって、うん、で、僕が上からぐーぐるっと反対側から回ります。はい、で、下で、誠さんとかが待ってます。そうすると、どこかで鳴ったら、そこは今ここだって分かるじゃないですか。うん、っていうのでやるからっていうんで、じゃあ僕回ってきますって言って、一台だけカメラを床に置いて、で、ずっと奥まで行ったんですよ。したらその、置いてあるカメラには、置いた定点カメラね。そしたらカメラの周りを誰かが歩いてるんですよ。砂のところ。ジャリ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 。で、僕はもう行きながらぐーって行って、でもやっぱりなんとなく音がするんですよ、踏んでる音が。で、ああ、するなと思いながらも、一応ぐるっと一回りして、で、誠さんとかに合流して、いやー、何もなかったですけどね、でもなんかね、音がね、って言った瞬間に、バーンって音が聞こえた。そう、一番大きい音がね、ドーンって音が聞こえたら、それは、僕らが入ってきた、東と西の扉じゃなくて、センターの入り口やね、真ん中の、校舎の真ん中ですよ、はい。その校舎の入り口の鉄の扉が閉まったんや。なんで僕らそこ開いててそこ入ってきたから、ね、そこの扉がめっちゃ怖い、ドーンって閉まって、でその時に俺らどこって言ったら、おい、バーって置いてきたら、おい、俺らが入ってた鉄の扉が閉まってるって言って、だってこれなんで閉まる、風で閉まれへんかっていう理由があんねん、なんでかってこの、その東と西じゃなくて北と南の方向なんだけど、こっちもう板が打ち付けられてね、もう一方通行の方は、はいはい、だから風でこの扉が、動けないのか。そうや、そんな簡単に鉄の扉が簡単に動くほどの風っていうのは相当な風やね。風が吹き抜けないんですよ、だから。吹き抜けないから。だから風が吹き抜けないのに、まあ閉まるとしても、相当な風が吹いてなかったんだけど、ドーンってほんまに閉まって、鉄の扉が。で、その時に、あ、やっとやと。今この扉を開ければ向こうに、きっと間違いなく髪の長い、透けて見える白いワンピースの女がいるに違いないと。それか、まあ子供がね。子供が絶対ここにおって、なんか透けて、体が透けてる子供がおって、お兄ちゃんこんばんはって言ってくれるに違いない。って思って、とうとう俺らも幽霊を取れるんだ。と思って扉を開けるときに、ちょっと待てと。俺が開けたらあかんと。これを監督が開けなかった、うん、カメラで撮ることが第一だ。大事だ。つまり俺が開けたら後ろからカメラが来てるから、俺だけ見てて撮れてなくて消えたらどうすんねんと、うん。いうことで監督が開けたんだけど、残念ながらそこはビュービューと吹く風だけで、そうそうそう、はい。
ボブ・ディラン並みに風に吹かれてでもなんか思えばその小学生の身長ぐらいのとこがロッカーの開け閉めの高さだったりとかするんで、はい、うん、すると遊んで欲しかったのかなっていう風に思えるんですよね。ところが実はこのお前ら行くならそのね松尾鉱山のその心霊ギアセカンドのこの DVD に入ってるこれ実はある霊能者から、はい、ここに行ったら面白いよ、子供の霊が見れるよって言われたから行った。ああ、なるほど。実は僕らその後、この絵を見合った後に、僕らもこの白系終わった後に、改めてその霊能者の名前を検索して、その人が行った時の松尾鉱山の映像が YouTube に上がってんね、うん。見たら、同じことが、丸々俺らと同じことが起きてる。へぇー。その人が階段を上がろうとしたら上で、バーンバーンっていう扉をバンバン閉める音がしてるんですよ。ザッ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 って歩く音とかが、全く俺らが、俺らと同じことをその人は前に体験してあって、そのまんま俺らも遊ばれてるんだよ。同じだって思って。思って。すごい。これはでもぜひ見てほしいですね。これが一番僕らの中では、まだ幽霊が比較的身近に感じれた一番。そうですね。ああ、なるほど、なるほど。ここでもうやめときゃよかったよ。いや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 。こっから俺らはダッチロールしつつある。はい。はい。まあ、鎌倉監督が、じゃあお前ら行くならロケこんだけやっててね、19冊の DVD やってたら、お前らなんかそんな偉い目に遭ってないの普段はって言われるんですが、はい、一番偉い目に遭ってるのは鎌倉監督です。あ、っていうか鎌倉監督のお子さんです。お子さん？はい。なんで？一番ね、ロケ行くときとかロケ前後に、必ず子供に不幸がある。なんで？ね、よく怪我するんですよ、うん。で、そのタイミングがちょうどロケ行ってるとか。そう、ロケ行く前とか。帰る直前とかいうので、はい、最初はね、一番最初 DVD のロケをしてた夜中に、まあその頃はまだ赤ちゃんだったんですけど、高熱が出て。うん、で、子供ってやっぱその赤ちゃん高熱がすぐ出るんで、うん、で、神さんが心配して、いやもう熱が下がらないと、うんで。どうしたらいいんだろうって。で、僕はロケ出てるから行かれへんと。うんいうような感じのことをやり取りをしてて、で、まあ、あんまり熱が下がらないんで、なんか意識もろみたいな感じになってくるから、あんまひどかったら救急車呼んでと。で、今何やってんのって、いや、これが心霊スポット今回ってて、次のとこ行かなきゃいけないんだけど、神奈川の方にあんだみたいな話をして、で、じゃあ、ひょっとしたら、これ関係するかもしんないからって思ったんで、その霊能者がその時一緒にいたんで、もし何だったら、寄ってもらえますかと。霊能者にね、はい。霊能者に。わかんないから、うん。もしかしたら関係あるかもしれないから、はい、寄ってもらえますかって言ったら、ああ、いいですよって言ったんですけど、まあ、神さんの方が、まあ、寄らなくても大丈夫と。うん、なんとかなるからって言うんですけど、やっぱね、3日間ぐらいずっと高熱が引かなかったんですね。うんうんうん、で、明け方までロケして、で、帰って、で、まだ熱が下がってない時に、うん、で、ただいまってやると、まあ、熱でうんうん言ってるんですけど、いきなりむぐっと起き出して、来んなよこっち来んなよって僕に言うんですよ、うん、まだちょっとろれつもちゃんと回ってないぐらいの状態でそんなことを親にこっち来んなとか乱暴なことをまだそんな言葉を教えたこともないから、はい、と思ってでごめんなって俺お仕事だったんだお父さんって、うん、したらパッと起きて来んなお前こっち来んなよって言うんですよ、うん、お前なんて言われてでいやそんなこと言っちゃいけないよって言ったらいきなりバッと指さして、お前こっち来んなよって言ったら、僕じゃなくて、僕の後ろの玄関を指さして。で、ほんでな、そんなことがあるから、なんかまあ監督がなんか連れて帰ったんかなと思って。うん、でまあ、熱下がってんな、子供さんの、はい。熱下がってしばらくしたら、あの時こんなこと言ってるなんて確認したんですよね。したらね、女の人がいたっていう。で、髪の長い女の人って、ああ、そうか、それはね、もう熱でなんかあったのかもしれないから、大変だねって、ああ、女の人がいたのか、大変だったねって言ったら、うん、違う、いるの。うん。え、いたんだよねって、うん、いるの。まだいるの。いるのって言われてんて。ナウナウ。いるな。いるな。でも、髪の長い女の人。お塩盛らないと、みたいな感じで、もう塩盛りして。まあ、そっから、ちょっと奥さんがもう、このお前らくんのロケを嫌ってるんですけどね。あともう一回ね、その後しばらくして今度保育園でしたかね。ああ幼稚園。幼稚園入った時に、この八甲田山で青森のロケ行く時、いきなりなんか電話かかってきてね、子供さんが、園庭でね。目の上の眉毛のところを、こっからここまで切って、で、救急車で運ばれましたと。はい。で、
どうしたんですかって言うんですけど、全然要領得ないです、幼稚園の先生が。うん、で、まあ幼稚園だから、3人ぐらい先生が、まあその、庭園庭とか見てるんですけど、たまたま全員が目を離して、なんかお電話ですって言った人と、向こうでなんとかちゃんが呼んでますっていう人とで、一斉にそこを離れた瞬間があったんですって。で、そしたらうちの息子がわーって泣いて、戻ったら床血がバーってなってて、で、これは大変だって言うけど、その友達に聞いてもわかんないって言うんです、うん、何をしたの、うん、どこにぶつけたのって言うけど、うん、何にもないですよ。うん、何にもないで、ぶつけたらぶつけたとか、とんがってるとか、ね、あるじゃないですか。角が。でも何にもないとこで、なんで急にそこがバッサリ切れてるのか分かんなくて、で、本人もなんか分かんないって言うんですって。で、とにかくもう幼稚園の方はとにかく不手際だから、本当にすいません、すいませんで。まあ、まあまあそうです、ね。だから十何針かぐらい塗ったんです。塗ってんね、十何針やね。避けてんねんで、額が。傷が深かったんで、表だけ塗っても繋がんないんで、中を一回塗って、で、閉じて外側も塗ったんですよ。うん、だから、あの、眉毛ここに、あの、未だにもう毛は、あの、生えないんですよ。ああ。だけど、それが分かれへんねんな。そう。なんで、あの、僕らの中では、それはかまいたちにやられたっていう。まあ、いわゆる、まあ、いわゆるほんまに、あの、いわゆる怪奇現象昔から言われてる、急に、あれなんで切れたんやとかっていうのが、かまいたちに切られたっていうことを言うから、かまいたち現象なんやけど、まあ、監督の子供もあれ、なんやろな、かわいそうに。かわいそうすぎる。次の年に、今度反対側の目を、あの、眼底骨折をして、うん、それは、あれ何でした？あれはね、あれもまた、露見班に行ってた時に、でちょうどそういうタイミングなんですけど、そうやね。なんかね、フィールドアスレチックに、うん、あの、神さんと子供と、まあ、近所の友達の、うん、お母さんと子供みたいな感じで行ったらしいんですよ。はい。で、あの、結構なフィールドアスレチック、あの、ハードなところもあって、ネットを3メーターぐらいまでぐーっと登っていって、うん、丸太を乗り越えたら、ロープを伝って降りてくるっていうのがあったらしいんですよ。うん、ああ、逆が。そうそう。はい、で、はい、登ったはいいんだけど、丸太を乗り越えるときって怖いじゃないですか。向こうに落ちちゃうかもしれないから。うん、はいはい。で、息子は躊躇してたらしいんですよ、うん。で、でも、後ろからどんどん他の子は上がってくるじゃないですか。うん、で、これは自分で降りらんないなと。思って、どうしようかなと思ってたら、よくわかんないけど、ふーって体勢を崩した。それの理由がわかんない。ふーっと体勢を崩して、前に行ったら本当は危なかったんですけど、後ろにひっくり返って、うん、で、そのネットの方向に顔面から落っこっていったのが見えて、わーって言って、すごいな。で、かみさんが反対側回ったら、うん、もう、あの、目の、この反対側の目のここが真っ黒みたいに黒ずんでて、わーわー泣いてて、うん、で、もうまた救急車ですよ。うん、で、眼底骨折です。で、次の日ぐらいに、そんなに腫れてないから大丈夫ですよねって言ったら、うん、いや、本当は、すっごい腫れてるはずなんだけど、うん、腫れて見えないってことは、腫れが引いたら、うん、顔面陥没してますよって言われて、うん、それはもうすぐ手術した方が子供だから、そのまま固まっちゃうからって言われて、手術、うん。うん。だから奥さんがもうやめてくれっていう理由分かるやろ。その気持ち分かります。だって毎回ロケの時とかに必ずなんか電話かかってて、奥さんが電話かかってて、なんや、横で聞いたらえらいことなってるで、一応監督の子供かわいそうと。でも、ところがね、子供さんね、やっぱり最近になってそういう話聞いても、もう覚えてないね。だんだんね、忘れちゃうんです。なんかね、変換しちゃうんですよね。だから一人で、遊んでて怪我をしたけど、なんかジャンプをしたらこけたんだみたいなことを言い出したりとか、うんうん、で、お前ここ怪我したよなって、そうだっけとか言うようになって、なってね、まあ、だんだん新しいことがどんどん入っちゃうから、前のこと忘れちゃうんですよね。そうや、まあでも忘れて幸いやねんけどね、うん、ただまあ一番かわいそうなのは、まあ多分谷氏の事故物件とかなんとかよりも、まあ鎌倉監督の子供が一番かわいそうからですよ。かわいそうだっていつもなんかロケの時やもん。大概ロケの時やね。それ奥様が怒るのも分かりますよ、うん、だからあのロケにどこ行くとかも言わないですね。向こうも聞かないし、うん、で今何してんのどこ行くのっていうようなで仕事うんって、うん、誰とうんと西浦さんとっていうような話してあっそう変なもん連れてくんだよっていう、でも多分いやもうそれですよね結局持って帰ってくんなよって言われちゃ う、ね、じゃあやっぱりその日常の出来事としては鎌倉監督ご自身が何か感じるっていうよりもお子さんに何か起きることが多い。 それはでも困っちゃうんですよね。困ります。自分だったら自分で対処できるけど子供さんから見からいやもうパパのせいで台無しだよって今ぐらいねこの平成の世でね
かまいたち現象にあった子供ってまずいないよ、ね。なかなかいないですよね。はあ、昔の旅人ぐらいですよね。そうやね。そんなんもう、昭和でもあんまり聞いたことなかったけどね。はい。ということで、まあ、鎌倉監督の子供さんだけは無事に生きててほしいなと思いますけどね。いや、本当に気をつけてほしいですね。はい。